はい、どうも、タクタクです。あ、ドッグハートやっていきましょう。話しかければいいかな？勝手に持っていったら怒られないかな？大丈夫？取りに行っても。一応聞いてみようかな。カードキー？好きに使ってくれ。いいんだ。この辺にあるのかな？あった、奥の、棚の奥にカードキーを見つけた。はい。じゃあちょっと、行ってきますね。この人もね、破壊してほしい言うてるからね。ここでいい。あ、待って、でも。一回戻った方がいいのかな。あ、ちょっと倒してみよう、この人。レベル上げも、どうなんだろう。した方がいいのかな。通常攻撃。イエーイ。お、やべ、麻痺。溶ける？麻痺って。あ、やべ、麻痺だし、毒だし。あ、待って、これ俺はすごく余計なことをしたんじゃないだろうか、これは。え、これもう、やばいんじゃない？あ、いけた！麻痺が解けました。パンと解毒剤をゲット。あ、レベル上がった。なに？貝だを取得。毒ってるね。解毒剤飲んどいた方がいいのかな？ OK。余計なことした感。カズキもらったよ。気をつけて。あ、それだけ。よう、兄弟、久しぶり。やあ、ペトロ、君も参加するのかい？ああ、ジーナの姉さんには借りがあるからな。そっか。おう。援護は、このペトロさんに任せとけ。うん、頼りにしてるよ。おい、ん？その紙、どこで拾ってきたんだ？まあ、100歩譲って読んじまったのは仕方ない。俺の記録なんだ。全部俺に渡してくれるよな。どうする？渡さないがあるけど。渡そうか。ありがとよ。素直なのはいいことだぜ。しかし全部捨てたと思ってたのにまだ残っているとは。なんでだろうな。あれ？大丈夫なのかな？これは。なんかこれフラグくせえな。フランスパンめっちゃ回復できんじゃん。あー、メロンパンすごい回復できる。伝説のバット！最高の攻撃を誇る。もう何も怖くない。もうこれ顔？はい、わかりました。招き猫。防御50。静電気除去。静電気除去つけてなかったから、あの博士から食らったのか。招き猫にしようかな。ちょっと待って。招き猫1個買う。まあ、装備だよね。装備で、まあ、伝説のバット。強。45。パーカーとは関係ないもんね。超ネックレスより上の防御力のアイテムはまだないんで、招き猫を装備。こんなもんでいいんじゃない？まあ、あとは売るか。もう売りましょうか。拳銃はいらないよね。はいはい。で、もう鉄のバットも用なし、この辺の指輪はもういらんよな。ヘルメットも使わない。これも使わない。白い花びらはなんか使いそう、後々。なんかあとは、この辺を買っといた方がいい気もする。この使うかな。もう一個だけ買っとくか。こんだけあれば、いいんじゃない？多分なんとかなりそうな、この先もね。で、管理室に入りたいんだけど、行きます。このまま入れるのかな。うわ、ピコピコ言ってるよ。これを壊せば、ロボ出てきた。マジか。まあ、まずロボを、はい。いや、ちょっと静電気除去つけてないから心配だな。はい。全然効いてないけど、ロボの攻撃。外れちゃったみたい、さっき。で、ロボを。はい。で、管理コンピューター1号。普通に殴ればもう。あ、余裕だね。技能すらいらないという。余裕。
どうやって避けたの今。やべえ、管理コンピューターどうやって攻撃してくるのそれ。全然効かんわ。はい、余裕。イエーイ、レベルが、え、2つも上がった。遠吠えを取得、得得か。一応回復はした方がいいよね。余ってるパンをあげよう。コンピューター機能停止している。動いてる動いてる。これはいいの？この歯車は何の意味が。まあいいや。これでジーナのところに戻ろうか。あ、どうした？いなくなってる。博士のとこにいんじゃねえの？あ、いなくなってる。ロボが立ちふさがってる。こっちは？ジーナたちは？あ、いなくなってる。誰もいない。先に行っちゃったのかな？置いてかれた。もう突破するしかないんじゃない？もう。あのロボ軍団。大丈夫かな？一応。いや、いいか。多分痺れなかったから大したことないよ。声食らってもなんか、まかり通れない。妨害する。まあまあ。殴って。あ、一撃だった。全然効かないんだよ。余裕余裕。おお、クリティカルが怖っ。やばい、こういうのがあるのか。やばいやばいやばい。ちょっと一回回復しよう。クロワッサンをいただきまーす。一撃がでかい時があるな。慎重にいかないと。ダブルでクリティカル当たったらちょっと危険。はいはい。まあ余裕ですね。まだやるのかお前ら。私は先に行くぞ。何階に行きますか。地下後に先行っとく。地下後にもしかしたらいるかもよ。誰かいないね。地下1、え、いないのかな本当に。地下1行くか。でも地下1行こう。地下1行くでしょ普通、どう考えても。地下1行こう。みんないるか。あ、倒れてるよ。顔面から倒れている。痛そう。警備員が気絶している。扉固く閉ざされている。ん？ここは？第二制御室。うわ！みんないる。何が起きた？え？何これ？う。しばり、大丈夫？何があったの？あのクソま、覚えていやがれ。この部屋に入った途端、変な薬を嗅がされて、クソ！まさかそんなジーナが。早く行けよ。あいつ博士を殺すつもりで。ちょ、シバリ！シバリか。寝ちゃった。一体何が、どうなってるんだ？早くジーナのところへ行かなきゃ。大丈夫？ペドロ、眠っている。体勢が悪いのがちょっと苦しそうだ。ペドロ、ペストラは眠っているようだ。規則正しい寝息が聞こえる。なんか落ちてるな、これ。あ、買えるの？買えるんすか？まあまあ困ったら買おう。お金を払うから許して。これは何？早く壊してジーナに会わなきゃ。あー、壊すの？壊すっぽいね。イベント的に。はい。管理コンピューター2号。強いな、管理コンピューター2号。はい。なかなかでも攻撃してこない。余裕だね。はい、ありがとう。ちょ、お金払うんで、ちょっと回復買っとっか。フランスパン、メロンパン、ミネストローネのうちはあった方がいいのかな。この辺の回復系は、フランスパンでじゃあ。よし。じゃ、セーブもしておこうか、じゃあ。行くぜ！わ、なんか、薄暗くなったな。男子トイレにいる？今はそれどころじゃない。え、ジーナはどこにいるわけ？あ、ここはもう通れるってことか。はい、開いた。開いた！ジーナ！本当に早いわね。足止めが無駄だったみたいで残念だわ。あなたが来る前に終わらせようと思ったのだけれど。シベリに聞いたよ。ボルメンタール博士をどうするつもりなの？どうって殺すに決まってるでしょ。
それともあなたは悔しくないのかしら。こいつとクソジジイのせいで私たちはこんな体になったのよ。あら、またお腹が痛いの？いいことを教えてあげましょうか。その痛みはあなたの痛みではなくて犬の痛みなのよ。トラウマみたいなものね。あなたはそれと一生付き合うことになるわ。ねえ、憎いでしょ？知らないうちにそんな体にされて。私たちには恨む権利も復讐する権利もあると思わない？そうかもしれない。それは違うと思う。いや、どっちだろうな。そうかもしれない。それは違うと思う。こっちにしようか。確かに博士は僕たちにひどいことをした。けど少し頭を冷やしないよジーナ。今博士を殺したからって僕たちの何かが変わるっていうの？それに元に戻れる可能性のことを考えてみて。僕たちをいじくった人がいる方がきっと確率は跳ね上がるはずだよ。あなたの言うことも一理あるわ。でもそれを言っているのがあなたじゃないのが残念よ、シャリク。え？それが人間のあなたの言葉だったらどんなに？ワンちゃんの、え、脳も移植されたってこと？いやでも喋れないよね。邪魔するのならあなたも殺すわ。ずっと前から決めていたことなの。恨まないでちょうだい。戦いたくないよ。しかも弱えし。いや防御だな、ここはあえて。仲間をやはり倒すわけにはいけない。しばらく身を守ってみよう。ダメかな。なんかイベント起きると、よー、結構効くね。あえて攻撃をしない。ダメ？倒さないと。もうずっと防御。ダメか。関係ないのかな、やっぱり。なんか特殊技能ないの？遠吠え。攻撃が2倍になる。3ターン。しょうがない。もう肩をつけるか。いって！これで一気に決めるぜ。大丈夫なのか、これで。浮かねえ顔だな。一人の命を救ったってのに。そうだね。人間の考えることって随分面倒だよね。博士を救ってよかったと思うけど、殺してほしかったとも思うんだもん。お前まさか。最初から気づいていた。いや、そうだな。それはこれからお前が学んでいかなければならないことだ。うん。さて、これから忙しくなるぞ。博士も連れて脱出してから、この研究所のことを表沙汰にするんだ。え？なんだ、不満か？自分で手を下すよりは、後々気分がマシだと思うが。いや、その場合僕らはどうなるんだろうなって。世間に知られたらいろいろと追いかけ回されそうじゃない？特に、ペトラは、めっちゃにゃんこだからね。そこは俺が何とかするから安心していい。今は持ち合わせがないが、外に出りゃ金はたっぷり持ってる。そうなの？そういう金持ちの人なの？隠れ家も持ってるしな。君何者だよ。とにかくここを出ようぜ。あ、はぐらかした。あ、終わった！これはトゥルーでしょ、多分。どうなの？もしかして、あー、ほら、来た。坂上がりさんがね、作られたという。これなんだろう。あー、でも押さないと動かないの。博士とペトラちゃん。あ、こういう感じになるわけ。ペトロとジーナがピザを注文してますね。で、肝心の、あー、はい、これでみんな解放されたのかな。エンド1。犬の心臓。新たな心臓は脈打ち続ける。おまけ部屋に。じゃあちょっと移動しましょうか。まあ、ちょっとサクッとねできたお話でしたね。後書き短め。はい、後書きです。プレイお疲れ様でした。遊んでいただきありがとうございます。この部屋まで来ていただけ来ていただけ本当に感じた。もう神々。初めて長めの作品を作ったので、設定の、
アラも多いと思いますが、なるべくおまけ部屋で保管できるようにしますので、ご容赦ください。とてもともかく楽しんでいただければ幸いです。制作時のあれこれ長い、はい、長いと書いてあるのにまさか読んでくださるとは、ありがとうございます。本当に長々と書きます。いいんですか、いろいろはっちゃけまってますが、いいよ、ありがとうございます。まずこの話を作る前に4作品ほどポシャりました。そしてそのデータはもうありません。相棒の PC が五輪中だったからです。あら、さらに実はこの話を作っている PC は借り物 PC なので、バレたら怒られる可能性があります。課題のレポートを書くために借りました。あらららら、らと、まあ今回制作に難航を極めました。しかも出だしの構想だけしかなかったため、ゲームにするにあたっていろいろ変わりました。結構あれですね、低予算です。低予算というかね、身内で作ってる感が。当初はシャリックとジーナしか主要キャラがいなかったのです。我ながらそんな状態で作るのは見切り発車すぎると思いました。そのうちそのせいでペッツトラには苦しめられました。幼女強いね。あと精神的不安定な主人公も動かしづらさマックスでした。次こそは明るい話をと思うのですが、なぜか暗い方向へ行くという、本当に次こそは明るい話を作りたいと抱負を述べたところでいい加減終わります。お疲れ様です。そんな長くなかったな。作品の元ネタについて見てほしい。ミハイル・ブルガーコフ氏の犬の心臓です。登場人物、これなんか知らないの、この話は。登場人物の名前は大体借りていますが、話の内容は全く違います。私は文庫版で読みました。書店にない場合は、図書館をお探しください。書店の回し物とかじゃないです。本当に面白いです。簡単に言うと犬が人間になる話です。この話と逆ですね、人間が犬になりましたからね。著者自体が医療関係の方らしく、ありえるんじゃないかと思っちゃいました。政治的な内容も含まれるため出版当時は発禁処分にもなったらしいです。小説のネタをゲームに取り入れているので、読んでいただけるともっと楽しめると思います。以上、紹介でした。これ両方してたらもっと面白いのかもね。オルメンタール、くたびれ博士。実験体を作る際に助手をしていた。エンド1後は一度刑務所に収監され、ジーナの法廷での奮闘により出所。以後実験体たちの体を元に戻すための方法を探していくことになる。例のごとくひどい顔ですまないね。ちょっと二徹してて、彼らを戻せるように先生の資料を整理しているんだ。食材だけまだ遠いけど、彼らの役に立てるように頑張れ。ペストラちゃんはでもこのままにしといてほしい。俺は、猫の尻尾を移植されている。もう男の子のロマンじゃないですか。元は孤児であり、同じ施設にいた他の子供も実験に使われていたようだ。顔見知りがいなくなるたびに経過観察室の傍らで泣いていた。エンド1後、ほとぼりが冷めた頃に博士と一緒に暮らすことになる。あ、こんにちは。博士を助けてくれてありがとう。新しいところに引っ越してから毎日楽しいの。もちろんね、博士が刑務所に入れられて出てくるまでは辛かったよ。でも私のためにジーナお姉ちゃんが頑張ってくれたの。お姉ちゃんね、本当はすごく優しい人なんだ。私ちゃんと分かってるよ。で、しぼんでる口差がない兄ちゃん。象の皮膚を移植された実験体。実はそこそこ有名なモデルなんだ。モデルであり、いいとこのボンボンでもある。エンド1号は、しばらくみんなを、なんだっけ、変わってくれる？お前か。疲れて見えるって。最近仕事が立て込んでんだよ。嫌になるぜ。ことを公表したせいで名前が売れたからな。なるほど。象の体を持つモデルみたいな。まあまだ治る方法は見つかってねえし、せいぜい金を稼がせてもらうさ。好奇の目にさらされる的な状況になっちゃうんじゃないの。ペドロ、商人ポジ。狐の、あー遅えよ、気づくのが。狐の耳を持つ実験体。普段は無駄に、爽やかなだけに地雷を踏むとやばい。エンド1号は自分探しの旅にでも出るんじゃないかな。
なんで説明文が自信なさげなんだよ。まあいいけど。肝心な時に援護できなくてごめんな。ジーナお姉さんがあんなことするなんて思わなかったからさ。確かに。でもさ、あんたが止めてくれてよかったよ。ありがとう。ジーナ先輩、弱かったですから。ジーナ怪しくも悪役。あ、違う。岸くも怪しく。悪役。フクロウの目を移植された実験体。クソジジイにセクハラを受けていたが、クソジジイは殺してない。エンドイチゴも博士を目の前の、目の敵にすると思われる。しかし、もう二度と実行に移すことはない。あの時なぜシャリックを眠らせなかったのかって、もしも彼が来たら全部終わらせてくれるんじゃないかなって、そう思っただけ、一種の気の迷いね。いえ、それは嘘。気の迷いなんかじゃないわ。本当は助けてほしかった。博士を殺さなくてよかった。そうなんだ。そういう弱さも。シャリック本作の主人公。犬の内臓、脳の一部や体の器官も入ってるのね。を移植された実験体。俺は人間で僕は犬。ね、そういうことだよね。その一人称が出てきた時に見分けやすいですね。犬の方が明るい性格をしている。エンド1では俺の意志はほとんど消え、僕の意志が大きくなる。僕は比較的痛みに強いので、いずれ、腹痛にも耐えれるだろう。いや、どうも。ずっと僕を見ていてくれてありがとう。俺もきっと喜んでるよ。俺はどこへ行ったのかって？あいつには休んでもらってるんだ。悪いとは思うけど、俺のおかげで僕は自由なんだ。美味しいものが食べれて、寒さに凍えることもない。すべてがうまくいってよかったよ。なんだろう、人間の脳とやっぱりその犬の脳が混在してるわけじゃないですか。まあ、脳って解明されてないことが多いから、なんていうのかな、同じこの知識を使いつつ、犬の心の部分の脳を、心の部分の脳っていうのが存在するか分かんないけど移植されてみたいなことなのかね。その脳の心の部分を司る場所みたいな、分かんないよそういうなんかところもなんかね、ちょっとワクワクしますね、考えると。フュードル、真面目な警備。最初は立ち絵を用意していたが、結局ボツになった哀れな人物。正直すまんかった。バーサを助けてくれてありがとう。彼女は安らかに眠れるように君を祈ってくれると嬉しいよ、バーサちゃん。死因は自殺のお茶目な幽霊。サブイベント要員なのに立ち絵がある。なかなかいい立ち絵ですよね。なんで死んだのかって？こんな状態で生きるより来世で一緒になろうと思って。どうせ動物の内臓なんて移植されて長生きなんてできやしないしね。シャリクはどうなのかって？ああ。他の部位ならともかく内臓は致命的だから、彼も長くはないんじゃないの？そうなの？バージョン 1.0 完成1月3日。エンド回収。あ！エンドにはまだやってないな。そうかもしれないよ、選択。じゃ、ちょっと最後回収します。そうかもしれないを回収して、今日は終わりとしましょう。で、これはタイトルに戻れるのかな。じゃあ、エンド2を回収しに行こうじゃないか。ここからだな。まあ、ジーナを軽くひねるというか、あ、ひねんなくていいのか。このまま。このまま進んで、あー、そうかもしれない。いいんだ。そうかもしれない。選択した。博士、ごめんなさい。俺にはジーナを止めることはできない。認めるよ。俺もあなたを恨んでる。コンピューターと戦った時に事故に遭う前のことを思い出したんだ。普通に生きていても苦しかったのに、こんなものを背負わされて。俺はあんたを恨んでる。これ僕じゃないシャリクが出てきてますね。じゃあさようなら。さようならね。最後に何か言いたいことは？ペストラには僕が死んだことを言わないでくれ。お、でどうなった？またあの日の夢を。助かった後やね。あの日、ボルメンタール博士を殺した後、僕たちはみんなで脱出した。ペストラには彼の死を知らせていない。知らせることができないでいる。どうして俺は博士を助けられなかったのだろう。あの時確かに道を踏み外したことを感じていたのに。結局俺は獣になり下がったのか。
ウィン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 。うるさい。うるさい、うるさい。うるさい、うるさい、うるさい。俺は人間だ。終わりましたね。わあ。暗い終わり。結局、僕が引っ込み、俺が出てきたという。人間の心は、もう、ボロボロだったわけやな。クリムゾン。彼を見放した瞬間に、俺はまた。彼っていうのは、僕の方かな。はい、という感じで、ドッグズハートをやっていきました。なかなかやっぱ可愛いイラストでしたね。全体的に。そこに惹かれて始めたっていうのはあるんですけど。ちょっとストーリーもなかなか、まあ、結構あっさりめだけどね。あっさりめだけど。うん。なかなか興味深いお話でした。まあ原作の犬の心臓っていう小説なのかな?ちょっとそれ知りませんけど、なかなかそっちも面白そうなお話ですよね。はい。というわけで、また違うゲームでお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。他の動画を見たい人は画面の下にあるおすすめ動画か続きの動画をチェックしよう。もっと見たいって人はチャンネルにおすすめ動画がたくさんあるから遊びに来てね。それでは違う動画でお会いしましょう。バイバイ。